んだ、ホースケ。何黙っちゃったのよ。ホースケ、見てみないよ。寺島博士の残した言葉が分かったぜ。何？どういうことだ？泥だ！泥が来た！不思議少女萌木。見ろ！泥だ！泥が登ってくる！てるかもしれねえぞ。そんな教授、早く病院へ連れて行かないと。だがこれじゃあな。これはあの子がこいつを。とにかくこれで助かるわい。僕がその綱で渡って助けを呼んできます。シャラク君、手伝って。シャラク君消えやがった、そんなに重傷じゃなくてよかったわ。それにしてもホースケのやつ一体どこへ行っちゃったんだ。僕たちは知らなかったけれど、その頃シャラク君はサンズガ浜という恐ろしげな名前の浜辺に来ていた。昨日遺跡の中で読んだ見つめ文字の内容に導かれて。なるほど、サンズガ浜とはよく言った。一歩踏み間違ったらサンズの川行きだ。見つけたぜ。あの、これくらいの背丈でおでこの真ん中におできのある。ああ、その子ならサンズガ浜の方へ行ったんだ。ありがとう。はいな。分かったのかい。サンズガ浜。
我が祖先の残した鍵を。今こそその素顔を我に見せよ。ドルタムラルオムニスノムニスベルエスホリマッ、イデオ赤いコンドル。あんなとこで何してやんだあいつ。あの柱は、ヒデオヤジさん、行きましょう。この崖を降りるのかい。やっぱりそうだったのか。おじさん、そーっとそーっと、感づかれたらまた逃げちゃうわよ。なに、今度こそとっ捕まえて絆創膏をペッターンと。そこで止まれ。なんで追いかけてきた。僕の邪魔をする気ならただじゃ置かないぞ。さあさっさと帰るんだ。帰れ。なんだい、せっかく人が心配して来てやったのに。いつか僕と結婚するって言っただろ。なんだ。僕を愛してるって言ったろ。それなのに恋人の僕を邪魔者扱いするって言うんだね。おたまげた。お前たちいつからそんな関係になったんだい。黙って。こうして追っかけてきた切ない乙女心を踏みにじるなんてもう絶好だわ。わかったよ、降りてきていい。そうよ、そう来なくっちゃ。それじゃ説明してもらおうかな。これは何なの？あ、そう、やっぱり僕のことを愛してないんだ。わかったよ、話せばいいんだろ。驚くなよ、ワトさん。これは僕のご先祖様の日本上陸の印なんだ。は？この聖堂の柱を作って建てたのは元から日本に住んでいた人間じゃない。海からやってきた別の民族が、そう、三つ目族が運んできた。この柱に刻まれた三つ目文字によると、四ヶ月の長旅をして陸を見つけたとある。ここへたどり着いたのは23人。住む土地を求めて長い間海を旅してきた彼らにとって、ここは天国に見えただろう。上陸した彼らは新しい領土であることを示すためこの柱を建て、新しい未来のために祈ったんだ。だが柱は原住民たちに見つかってしまった。いたずらをされるのを恐れた彼らは柱を土で覆い隠していった。柱を隠した土の山は長い年月の間に固まって岩となり、今日まで誰にも気づかれなかったってわけさ。あの遺跡の周りにあった環状列石も聖堂の柱とそっくりだったけど、何か関係があるのかしら。まあな。さて、こいつによればどこかに入り口があるはずなんだが。入り口？ああ、大きな洞穴があるらしいぜ。それらしいもんはないぜ。ないはずはない。そんなことか。ここいらは人工海岸だ。長い年月の間に少しずつ海岸が沈んでいるんだ。
じゃあ、そのホラー穴って今は海の中？そういうことになるな。そんじゃ探すのはとても無理だな。そうでもないぜ。え？アプドルダムラルオムニスノムニスベルエスホリマク、行け赤いコンドルよ。なんだ。テッショ君、行ってみよう。ワトさん、頭をぶつけるなよ。うん、すごいわ、まるで宮殿みたい。こんなところにこんなでかい鍾乳洞があるとはな。すごい貝塚、ほら貝殻があんなにくっついて。これも石になっとるのか。コウスケ、何してんだ。この辺に僕の探しているものが。ボルボックだ。ボルボック何だったんだよ今の化け物は。まるで植物のつるみたい。その通りだ、こいつは植物さ。我がミツメ族特製のね。何じゃそのナマズみてえのは。ナマズじゃないわ、これは植物の球根ね。んなバカな。だってここから芽が出てる。実は僕の目的はボルボックだったのさ。ボルボック。こいつは2万年前僕の先祖が船でどこからか運んできて、そして大切に育てたんだ。何のために？さっき聖堂の柱に書いてあったんだが、ボルボックはただの植物じゃないんだ。ミツメ族が培養した特別な植物なのさ。シャラク君の説明によると、ミツメ族の先祖は長い年月をかけこの植物に知性を持たせようと実験を繰り返したのだという。そして実験は成功した。ボルボックはついに知性を手に入れたのだ。それだけではなかった。ボルボックは土の性質を自由に変える能力を持ち、植物を自由自在に茂らせたり枯らせたりさせる力を身につけるに至った。つまり人間が他の動物を支配できたように、こいつはあらゆる植物の上に君臨したってわけだ。ご先祖様はこいつのおかげで飢えることがなくなった。信じられないだろうけど、例の壁文字にはそう書いてあった。え、静かに、今人の声がしたような。なんだって。確かにこの奥から聞こえてきたぞ。いやー、これはすげえや。これはやっぱり誰かいるんだな。
登ってくる。よし、僕たちも登ろう。手を離したら奈落の底だ。間違いなく命がねえ。嫌なこと言わないでよ、ヒゲオヤジさん。空だ。出口ね。まぶしい。ここ村の中へ出ちまったぜ。誰だそこにいるのは。さっきのやつだな。待て、待つんだ。待てと言ってる。お前らなしてあそこに入った。オラのナマズに近づくな。この子あの時のナマズ罠、オラだけのもんだ。誰にも誰にも渡せねえ。ああ、そりゃナマズっ子のことじゃな。ナマズっ子？んだ。本当は萌木っちゅうじゃが、みんながそう呼んでるんじゃ。いつの頃からか村に住み着いとるんじゃが、変わりもんでの。わらしらと遊ぶわけでもね、わしらの世話になるわけでもね。まあ何にしても変わった子だな。この鈴の音は地震が来るぞ。地震？鳴り止んだわ。守り神ってのはこれを隠す入れ物なんだ。多分この村全部の家のご神体にこの土器が。みんな来とくれ、来とくれ。なんじゃなんじゃ。罰当たりもんがオランチの守り神様をぶっ壊したんじゃ。何？これはまずい。村から逃げましょう。ああ、罰当たりもんを捕まえろ。捕まえろ。夢に合わせてやるべ。
捕まったら何されるか分かったもんじゃないわ。とにかくこの場を離れるで。ああ、とんでもねえことになっちまったな。誰だ、そこにいるのは。ここは私有地だ。おめえは臭い。これはこれは、シャラク君たちじゃありませんか。どうしてこんなところに遺跡嵐の臭いがいるんだろう。どうして臭いは萌木と一緒にいるんだろう。まさか臭いもボルボックを。何か悪い予感がする。おい、そのナマズとやら一体どっから拾ってきたんだ。地下、ボルボックは地下にいるんだな。なんだお前のその額の傷は。まさか萌えにお前も。次回、見つめが通る廃植物ボルボック編第3話、地底に潜む影。見つめ地見つめ運、見つめワールドでまた会おうぜ。